自動車営業所は、福岡県福岡市東区前田市一丁目30番1号に、ある西日本鉄道のバス営業所である。主に、福岡市と新部を走る路線を担当する。JR 九州鹿児島本線、福北豊、線吉塚駅、福岡市交通局箱崎線、前田市九大病院前駅近くにある。営業所表記は吉塚。 福岡県福岡市東区前田市一丁目30番1号整備場を持たないため、博多整備にて整備は行われている。かつては、旧西鉄福岡市内線の東車庫跡地を利用した東営業所であったが、道路拡幅に伴い1987年3月20日に現在地に移転した。残った東営業所跡地には西鉄が手掛ける分譲マンション。 サンリアン県庁前が建設されている、城南線、住吉通り経由。博多バスターミナルを出発する、福岡空港国際線域バス都心循環線都心、循環バス、100円ライナー現在は、前面のロゴマークなどが撤去されている、博多駅、キャナル式天神館は、直行、種別にて運行される20番2010年4月1日から、 同年6月30日までの平日に、期間限定で運行された。かつて高速車、貸切車が配置されていた時期があったが、現在は、路線車のみ。吉塚の2文字が入るのは、西鉄バス久留米、吉一車と、西鉄バス地区方、飯塚本社との混同を避けるためである。福岡都心ライナー4月1日より運行中。西日本鉄道。 2010年4月13日閲覧、ありがとうございます。